悪い。ちょっと考え事してた。君の銃、UFG についてさ。運営は近々 UFG をドロップで入手できるようにするみたいだけど。今はさ、まだ君の一丁しか GGO にないってことだろ。レア中のレアってことだよな。やっぱりちょっと羨ましいぜ。それにその銃の価値はレア度だけじゃない。拳銃でもライフルでもレアな銃はいろいろとあるけれど、結局それは他より威力が強かったり射程距離が長くなるものがほとんどだ。でも UFG は違う。それはできないことをできるようにするものなんだ。どんなにスキルを上げたって空間を移動するのは無理だからな。この差は絶対的だぜ。しかもできるようになっているのは君だけだ。 UFG で本当に何ができるのかは君しか知らない。プレイヤー同士の戦いじゃこいつは相当のアドバンテージだよ。何しろ事前に対策を練れないんだからな。どれだけ強いアバターでも動かしているのは人間だ。不意をつかれれば隙ができるし、本当に驚けば思考は止まる。だから手の内を読み合って3手先7手先を予測しつつ裏を書いていくのが対人戦の肝なんだけど、世界に一つしかない銃で世界で君にしかできない動きをされるんじゃな。いやでも油断は禁物だぞ。トッププレイヤーはみんな多かれ少なかれ隠し玉を持ってるもんだし、アドリブでの対応力だって凄まじいからな。What about you? まあないとは言えないかな。ああ、未だにデスガンが本当にプレイヤーを殺したのか、殺したのならどんな手口を使っているのか見当がつかない。それに俺はデスガンの声をデータで聞いたけど、戦ったところを見ているわけじゃないからな。もちろん隠し玉、対人戦闘の切り札は持っているだろう。あの殺意、気迫、奴はただの愉快犯ではないと思う。 GGO にいればいつか出会う可能性はあるか。備えておいた方がいいのかもしれないな。え？なんだって。それは確かに俺だって使ってみたいけどさ、ありていに言うと欲しいけどさ、そんなお宝アイテムを簡単に人に預けちゃダメだって。そうだな。君にはかなわないな。本当にそんなつもりで話をしたわけじゃないんだよ。わかったって、そんな心配そうな顔しないでくれ。それじゃあUFG を貸してもらってもいいかな。君がログインしていない時だけでいい。 GGO 初の機能なんだ。感触を確認できるだけでも助かるよ。ありがとう、大切に使わせてもらうよ。こうやって借りられるってわかるとはやっぱりワクワクするな。それにこれなら、仮にもし仮に俺が UFG を使ってデスガンと戦うことになったら、君の気持ちに必ず応えてみせる。約束するよ。ありがとうな。さて、デスガンの調査を始めるか。まずは総督府に行ってBOB の登録をしないとな。キリト君、急ぎましょう。確か締め切りってそろそろでしょ。ああそうだ、忘れてたんだけど、 BOB には別アカウントで参加するから一人でいいよ。え、どうしてなの。今のキリトのアカウントはランキングにも入っているし、おとりにはちょうどいいと思っていたんだけどさ、菊岡と相談したら俺の仲間、あ、つまりアスナたちにデスガンの目が向く危険性も考慮しようという話になったんだ。なんで菊岡さんはキリト君を危険なことに巻き込むのかしら。今度会ったらいろいろと話を聞きたいわ。菊岡誠二郎、総務省の仮想空間技術管轄部門のお役人とは言っているけど、所属自体怪しいんだよな。
だけど、バイト料は結構良かったし。キリト君、まあまあ、気候科に使われるのも尺なんだけどさ、デスガンが気になったのも本当なんだよ。気候科から依頼を受けた時は口頭無形な話だと思ったよ。ザ・シードで作られた GGO でプレイヤーがリアルの死を遂げることはない。だけどさ、デスガンがゼクシードを殺した時にちょうど居合わせたプレイヤーが音声ログを取っていたんだ。あれには本物の意思がこもっていた。本当に気をつけてね。何かあったら必ず連絡して。リアルでもどこでもすぐに行くから。ああ、大丈夫だよ。俺は必ずアスタのところに帰るから。パパ、私もいますよ。ユイちゃん、そうね、ユイちゃんとママがいるところが。パパはみんなを笑顔にできる力がある人です。でも必ず絶対帰ってきてください。もちろんだよ。じゃあちょっと行ってくる。バレットオフバレッツ B.O.B. キリト君、気をつけてね。武器や装備はしっかり整えて。パパ、 B.O.B. は強敵揃いです。レベルは足りていますか？準備はしっかり整えてください。もっと、まずは気候科が用意した別アカウントに切り替えないとな。なんだ、結構小さいアバターだな。どうせならエギルみたいな体格になってみたかったんだけど。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらない。よく用意できたもんだけど、なんだこのアバターね。キリコ、タイプミスか。いや、あいつが適当につけたの違いない。キクオカのやつ覚えてろ。髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。これじゃあ知ってる人にはキリトだってバレちゃうじゃないか。ふう、かわいい子じゃん。ねえ彼女、君も BOB 観戦に来たの？俺たちと見ようぜ。一人じゃつまんないだろ。は？なんだこれ！顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないようだな。一応男みたいだけど、レア系アバターか。おいおい、虫はないだろ。虫はどうしたの？シノン、いや、なんでもないです。シノン、シノンってあのシノンか？こんな近くで見るの初めてだぜ。俺、シノンさんのファンなんです。 B.O.B. 出るんすか？頑張ってください。全財産シノンちゃんにかけます。そう、長い髪のあなた、ちょっとこっちにいらっしゃい。え、大丈夫だった？おせっかいなら悪かったけど、ナンパされていたみたいだったから。あ、ありがとうございます。あなたはキリコ？あ、はい。私はシノン。 GGO は男性プレイヤーが多いから、女の子と見れば声をかける連中もいるの。気をつけてね。あ、いけない、 BOB の参加登録しないと。ギリギリで滑り込もうと思っていたから。おう、まだ間に合うわ。あ、そうだ、登録しに来たんだった。キリコも参戦するの？それなら早くそこのターミナルで登録しないと。待て待て待て、なんでシノが BOB に参加するんだ？ギリギリまで登録を待っていたということは、選手リストの名前が出ないようにするためか。俺にまで黙って参加しようとするなんて。そういえばデスガンの話にだいぶショックを受けていたようだけど、シノは一体何のために。あ、しまった、もう締め切りまで数分しかない。さっさと登録しないと。これで BOB の登録はよし。あとは選手リストにデスガンの名前がないか確認しないとな。ないな、やはりデスガンはアバター名ではない。 B
BOB に参加していない可能性もあるけど、試合中であればアバター名は必ず表示される。まずはデスガンらしいプレイヤーを探さないと。登録終わった？おかげさまで。予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。はーい。This is pretty much like from the anime, but this is something. So I'm basically now Kirito. I'm the EXO Kirito. Spiegel, あなたも BOB に参加するの？いや、僕なんかじゃ予選すら通過できないよ。僕ではね。ねえ、アサラサ。あ、いや、シノン。君は誰よりも強い。だから BOB でも絶対に優勝するよ。相変わらずの課題評価ね。でも期待には添えないわ。私の目的は優勝ではないもの。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？奇妙なことをやって一部で噂になっているみたいだけど。ああもちろん。シノンも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットはそいつよ。え？なんでだよ。シノンとは何も関係ないじゃないか。仲間のため、そして自分のためなの。ごめん、そろそろ待機場所に行かないと。待ってくれシノン。あのクールでかっこよかった君はどこに行った？仲間のため？バカらしい。君はもっと孤高であるべきだ。シノン、君は特別で最強の存在なんだから。私は強くなんかない。特別な存在じゃないの？違う。君は周りに惑わされているだけだ。聞いて、私は普通の弱い人間。でも誰かのために戦うことはできるわ。それはキリトやアスナたち仲間が支えてくれているから。私の過去も受け入れてくれたから。君のことなら僕だって知っているさ。誰よりもずっと。それに僕はずっと。やめて。お願いだ、BOB に出るのはやめてくれ。どいて、予選が始まるわ。大会が終わったら話をしに行くよ。待っているからね、シノン。ごめん、キリコさん。変なとこを見せちゃった。あいつは。さあ、行きましょう。まずは更衣室で装備を整えないと。うん。ん？更衣室？他の人が入ってこれないようにロックをかけて。これで安心して着替えられるわ。え、いや、その。BOB 予選はどんなフィールドになるかわからないから、迷彩を着てもかえって目立つ可能性もあるのよね。もちろん装備に上着とかを入れておけばいいんだろうけど、弾薬もギリギリまで持っておきたいし。部屋の隅で見ないように着替えればごまかせるか。いや、やっぱりこれはまずいだろ。シノン、ちょっと待って。俺だよ、俺なんだ。は？俺、キリト、キリトです。嘘、そのアバター、女の子でしょ？シノンさん、いや、シノン様、この度は大変申し訳ございませんでした。まったく、事情は分かったけど、なんで女の子のアバターなのよ。ねえ、キリコちゃん。これは男のアバターだよ。我ながらかなりレアだと思うけどね。ついでに言うと、名前は気候家の趣味か嫌味だ。俺のせいじゃないよ。それよりも、なんでシノンが BOB に出るんだよ。シノンはかなり名前が売れているんだ。デスガに狙われたらどうする？問題ないわ。私が倒すから。せめて理由を教えてくれ。
さっき聞いていたじゃない、仲間のためでもあり自分のためでもあるわ。なぜあいつがあの拳銃を持っているのかは知らないけど、デスガンが本当に殺人を犯しているなら絶対に止めなければならない。それだけよ。わかったよ。でもデスガンに戦いを挑むのはやめてくれ。デスガンの本当の名前、アバター名がわかればリアルのプレイヤーを調べることは可能なんだ。それに俺は大学病院からログインして万が一の事態に備えている。でもシノンは家からだろ、その一人暮らしの。ええ、アパートからログインしているわ。だったらなおさらデスガンと対峙してはダメだ。一対一の予選で奴と当たったら名前だけ確認して降参してほしい。了解。でも戦わなければいけない時があるかもしれない。その時は全力でやるわ。もう準備はいい？そろそろ出場者の待機部屋に行くわよ。そういえばシュピーゲルは BOB に出ないんだよな。ええ、そう言っていたわ。なんか様子がおかしかったよな、オリジンの頃のような。そうね、あの後はどうかしてたって本当に反省してくれていたみたいだし、しばらくはゲームを控えるとまで言ってたんだけど、 GGO にはだいぶハマっていたみたいね。キャラの育成がうまくいかなくてイラついているみたい。シュピーゲルはシノンのリアルの友人、進化の教授。前にプレイしていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。彼は俺たちがシノンと親しいことに嫉妬し、シノンの過去、かつて人を殺したことをみんなの前でバラした。11歳の時、シノン、浅田シノが郵便局を襲った強盗の拳銃を奪い、犯人を殺したという壮絶な過去。無我夢中のことだったろうし、自分や襲われた人を守っただけなのに。それでもシノンはその過去に苦しんできた。そういえば SAO でシノンと出会ったのも、もともとはその PTSD の治療のためだったんだよな。リアルでは銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、医療用フルダイブ機器メデュキボイドを使っていたんだ。まさかそのせいで強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ記憶を失うとは思ってもみなかっただろうけど。どうしたの？顔がこわばっているわよ。いや大丈夫、なんでもないよ。ねえ、私が GGO に行きたいって言い出した時驚いたでしょ。だけど深く理由は聞かずに賛成してくれたことにはすごく感謝してる。これでも銃のトラウマを克服するための一大決心だったんだけど、ログインしてみたら不思議よね。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、ここでは平気で人を撃てるんだもの。多分シノンであることが理由なのかもしれない。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回の件で私は自分の過去に決着をつけるつもり。支えられてもいいと思うぜ。俺はいつも頼りにしているからさ、シノンのこと。デスガンの尻尾を捕まえてさっさと帰ろうぜ。みんな待っているからさ。私が BOB に出たことがバレたらアスナたちに怒られそう。ああ、めちゃくちゃ怒ってめちゃくちゃ心配すると思うぜ。今のうちに謝り方を考えておいた方がいい。そうね。さっき着替えを覗かれたことを話してキリトに怒りの矛先を向けるとするわ。ちょっと待ってくれ、さっきのは。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第3回バレット・オブ・バレッツ予選が開始されます。この話は予選を通過してからだな。デスガンに当たればラッキーなんだけど。それよりお互いが当たらないように祈りましょう。Need to qualify in the first premieres.
Okay. Going to do this quickly. B.O.B. の戦いは一対一の勝負。まずは敵を探さないとな。このキリコは全くの無名だし、少しは派手に暴れてデスガンに注目してもらわないと。さて、行きますか。Well, that's quick. I mean, I need to find him from here, from there. よし、初戦は無事に突破できたな。シノンはどうだろう。まあ、よほどの相手でなければ勝てるだろうけど。お前、キリトか。あんたはキリコ、ふざけた名を。お前の剣技、忘れない。俺はこいつを知っている。でもどこで、オリジンか、エールオーか。お前はキリトだ。俺はそれを知その印を、決着をつけよう。キリト、キリト、どうしたのねえ、キリトったら。シノン、どうしたの。顔が真っ青よ。何かあったの。具合でも悪くなったの。いや、大丈夫でもないかも。少し休みましょう。次の試合までまだ時間はあるわ。ラフィンコフィン、なんでそんな人が GGO にいるの。わからない、なぜこんな時に。ラフィンコフィン、確か私が SAO に入る前にあったっていう殺人ギルドよね。ああ、あのエンブレムは間違いない。 SAO に閉じ込められた後、奴らはプレイヤー間で HP 全損をしないという SAO の不分率を容易に破った。リーダーのプーは快楽のために人を殺しているようだった。そして討伐隊が組まれ、俺は。あまり無理して話す必要はないわ。仕方なかったんでしょ。ラフコフは本気で抵抗したんだし。でも俺は自分が殺した相手の顔や名前を未だに思い出せないんだ。さっきの男は俺が殺したプレイヤーの仲間だったのかもしれない。キリト、もういいわ。大丈夫、大丈夫だから。ショックはないとは言わないけど、覚えているだろう。
オリジンで俺は思い出すことができた。無意識に忘れようとしていた自分の罪を。もしかしたら今度こそ本当に向き合わなければいけないのかもしれない。次の試合出られるの？ああ、少しは落ち着いたと思う。シノンがそばにいてくれたおかげかな。気をつけてね、キリト。